その話したいこお昼ご一緒させてもらありがとう。じゃあ送る。寒くなってきました。すみません、人前だと話し。先輩はまだ怪盗団を続け、最近かあれだけ応援してたくせに、今は怪盗団を悪く言う人ばっ。怪盗団に入らなかった私が言うこと、こんな手のひら返し私がされたことと一緒ですよ。それでもですか。まだやることが。まあな。けど我が輩率いる怪盗団。わかりま、なら止めます。ただ一つだけ約束をしてもらえます。やるべきことが全部終わったら。はい、今から楽しだから。あ、体さばきを教えるって約束、明日はちょっと急。おい、そう、まだた、ほら、せ、腹が減っては戦はできる。よことな、本当はうすうす気づいてたけど、彼の私もよ。彼女あのバイトも辞めたわ。将来のこととかわからないけど、目標を見つけるためにだから今は勉強に専念。私ももう一つ、勉強なんて意味がない。他人の評価を得るためでも私が勉強するのは、その目標が分からなくなって。あなたのおかげで私の夢は警察。そう、
つまり警察のトップ。今回のホストもそう。違法スレスレの卑怯なやり方で人のお父さんが命を懸けて追っていた組織もそう。けどだから組織を動かせる官僚になって、そう言ってもらえるとそれが私の目指す正義だし、勉強の意味を、勉強以外に付き合ってくれてお堅い会長のお守りなんてね。でもあなたに頼んで、私ね、これからきっとできるわ。あなたがそばにいてくれるから。我は何時、絆は反逆の翼とな、今こそ何時、除去。よし、よし。もちろん私のことも頼ってね、対等に。さて、夢をかな、回答をしながら警察になるために。分かってるって、闇に隠れた悪を暴く。それでなんだけど、あのその今日は知識のない方の勉強をダメかしら。一緒にいたい。夜までまだ時間あるよね。丸木先生、もう半年か。丸木先生から一言をいただければ。先生皆さん、教頭先生からお話しいただいたように、この半年間カウンセラーとして恋の悩みから勉強関係この半年間ずっと丸木先生の夢に向かって頑張る皆さんに、僕の方が、実は僕にも、でも僕の力、もちろん僕も諦める気はありません。要するに、みんなは僕を反面教、最後に月並みですけど、いったー以上です。元気でね。Thank you.
貸し切りだって。コーヒーって普段から。そうだ、隠れ家的。予告状ど。でもこれだけ騒がれてると。僕がサエさんのデスクの上に置くのは顔パスで。やめた方がいいぜ。お前、私がやるよ。確実で一番。何を聞かれても知らないで押し切る。それじゃどうする、リーダー。誠に任せてみる。それしか。大丈夫。危ない橋なら嫌ってほど渡っ。じゃあお願いするよ。その分僕も頑張る。じゃあ進入。集合時間は18時。了解。いつも通り。じゃあ明日に。よし。とにかく功を競う者たちへの妬みそねみに我を出世のため不正義すら正義と唱え心の回答だ。ポストに入っ。本当によこすとはね。罪人でもない私を返し。バカにして都合の悪い人間を蹴りは。さ、怪盗団捕まえたら地下のなんとか室で。どうして。ううん、前にそんなこと言ってた。ええ、そうよ。地下の時間は限られてるけど。先生、そろそろ戻るか。こんな時間だけど部長に連絡した。この仕事が片付いたら、そしたら二人で温泉でも行こうか。ね、私ね、誰にも手出しさせないから変な子。電話。じゃあ私へ。夜分恐れ入ります。新島、お耳に入れておきたいことが。怪盗団からの予告状です。待機。しかも捜査の指揮権を。あ、いえ、指示があるまで待機を。よし。さて、明日は大仕事だ。